おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回なんですけども、ほぼ急遽決まったような企画なんですが、ここ日本橋で持ってない PC エンジンのヒューカードをどんどん買っていきたいと思います。そして今回一緒に手伝ってくれるのはこの方です。どうも、こんにちは、テレビジョン猫旦那、猫旦那でございます。皆様よろしくお願いいたします。出ました、猫旦那さん、今月もよろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。いや、実はね、はい、まあ日本橋来る予定はなかったんですけども、そうなんですよね、まあ、猫旦那さんがちょっとね、買い物をしたいなっていうことでついてきたら、はい、欲しいものがいっぱいあってですね、バッケンさん、俺買わないよって言ってたのに、もう全然買わないどころか、もうガチですよ。いやー、やっぱりね、はい、いいものが安いんですよ。そうなんですよ。なので、まあ、はい、今回ちょっとスーパーポテトさんと、はい、じゃあまあ撮影はできないでしょうけども、駿河屋さん、はい、であとまあ街ブラロケみたいな感じで日本橋ちょっとブラブラ、いいじゃないですか、大阪堪能しましょう、思っておりますんでね、はい、まあ基本今回はもう PC エンジンのヒューカードをほぼメインでやっていこうと思います。ついにもう特集になりましたね。いや、もうコンプリートすっきり満々ですからね、はい、まず今見えてるこちら駿河屋さんの下、あれですね、スーパーポテトさんですね、はい、あちらの方に行きたいと思います。はい、それでは行きましょう、行きましょう、スタート、スタート。それでは本日最初にお伺いするお店、スーパーポテトオタロード店さんです。今回もいい商品が見つかるといいですね。はい、ということで OK ということで、もちろん OK です。わあ、さすがですね、顔ですね、もう顔パスじゃないですか。あ、もう見た瞬間に向こうからお願いします。あ、もう OK です。あ、そうです。行きましょう。ここのお店は本当に寛容でいいですね。そうなんですよ、本当にありがたいですよ ね。でもいろいろ見てたらキリがないので、はい、もう絞りますか。 PC エンジンのヒューカードに絞ります。わ、はい、かりました。あ、バケンさん気をつけてください、これ乗ったらレジに直行してしまいますよ。めちゃめちゃバケンさんいます。危ない危ない。さあ、この PC エンジンのね、はい、もう CD ロムも欲しいやつたっぷりあるんですよ、はい、もうめちゃめちゃ欲しいやつ。ロムはまだ一応そのコンプリートの中には入ってないということですか。いや、もうまずヒューカードからいきます。ヒューカードですね、持ってないのいっぱいありますね、まあ、このパトレイバーも持ってないし、はいはいはい、このアドベンチャークイズ、カプコンワールド、ハテナの大冒険、これも持ってないし、いいですね、ジャケがいいね、この頃の絵柄いいですよね、いいですよね。ただ、はい、今回はもうこの辺にあるこれですよね、ヒューカード、はい、で持ってないのね、パーッと見てちょっとね、さすがに全部買うってなると、はい、お金がきつくなる。何を言うてはるんですか。いや、本当にもう日の車なんでね。いや、何を言うてはるんですか。天下のバッケンさんじゃないですか。また言っちゃった。また後でしょ。はい。なんでね、まあまあ軽くちょっとね、持ってないやつをパパッと言って、この中のどれかを買うんだなと。いいですね。思ってください。はい、あ、これ持ってないですね。タイムクラッシュ2。これ見たことないな。ね、いや、私も全然知らないです。結構しますね。ね、うん、で、あとこれか、サイレントデバッカーズ、はい、これも知らないです。知らないですね、見たことないですね、やったことないし、もちろん持ってないですね、はい、あとね、これってレディーソードって、これハッカーインターナショナルか、ね、なんかハッカーっぽい名前ですよね、ですよね、これ、うん、ハッカーのソフトはちょっとね、もう後回しか、ね、もう下手したらちょっと対象外にしようと思ってます。レディーストーカーは知ってますけど、あ、そっちはね、はい、そっちは、スーパーファミコンのソフトですよね、これも知らないです。不思議の夢のアリス、あ、これも見ないですね、アリス。なんかコンプリート近いって言っておきながら、はい、結構な金額、今ね、もう 4,5 本出てきましたけどもね、結構な金額のものがボコボコありますけど、はい、まあ、ちょっと今日はこの辺じゃなくて、はい、ちょっとこっちの方です、こっちね、まだリーズナブルな方ですね、はいはいはい、で、まあこのニコニコプンとか、あ、いいですね、持ってないですね。で、他にもね、持ってないなっていうので言うと、武田信玄、あ、ついに、あ、結構します ね。信玄最近何かと高いんですよね。なんかこういう風に言うと、お前あんまり持てないんじゃないってなんか思われそうやけど、自分でもなんかむっちゃ持ってると思い込んでたけど、これ意外と持ってないのかもしれない。いや、たまたまですよ。たまたま欲しいやつがいっぱいあるんですよ。本当ですか、はい、たまたまですよ。あと将棋、
初心者無用。これも見たことないな。私将棋の初心者ですけど、大丈夫だったら無用ですね。無用ですかね。はい、買う方がいいかな。はい、これなんかもう完全に ET のゲームに見えましたね。ネクタリス。ああ、はい、でもこれ有名ですよ、はい、ネクタリスは。こんなジャケだったんですね。確かに言われてみたら、うん、っていうかね、あれこれ違いますやん、これ。これ ET ですか。いや汚れですよ、単なる。汚れ。ちょっと猫旦那さん、ほら上下見てください。本当やこれ。チャリンコに乗ってるエリオットかなと思ったら違うんですねこれ。いやー今日の一番出てしまいましたね。そういうところでちょっと一番出すのやめてもらえます、ね。申し訳ないです。この辺のやつは持ってないよ、なんかあるかな。この辺のは大体持ってるっぽいので。デジタルチャンプ、ブルーファイト、はい、ブルーファイト昔をやりましたよこれ。あ、そうですか。横から見た視点のボクシングゲームなんですよ。ん、結構斬新ですね。そうですよね。で、ポピュラスもありますし、うん、はい、まあそうですね、持ってないのは今言ったあたりですかね。まああと他にも1本2本ぐらい。あ、シンドバット、これも持ってないですね。あ、これも見たことないな、ね。まあ、このあたりが持ってない、はい、あとはもうほぼほぼ全部ありますか。持ってます。さすがっすね。そうなんですよ。なんかこう持ってるやつも言ってちょっと自慢したいなっていう気持ちもあるんですけども、はい、意外と持ってないやつも多くて。あ、サイバードッチもないですか。これもね、そう、なんか持ってるような気がしてたんですけど、最近探して持ってなかったんですよ。でも買った記憶はあるんですよ。確かになんか見覚えのあるジャケットやから。そうなんですよね。この店で見たのも持ってるって勘違いしちゃうんですよね。あ、なるほどね。あとあれですわ、ほら、ドッチダンペイ、ドッチボール持ってないですね、私はあんまり。あ、ドッチダンペイってもうどこにでもありますね、これ。あのメガドライブでもあるし、PC エンジンでもあるし、ファミコンにもあるし、スーファミもあるし。まあちょっとね、はい、この辺の中で、はい、まあ、全部はさすがに買えないですけども、まあ、ちょっと何を買うのか楽しみにしててください。わかりました。はい、あとちょっと猫旦那さん、はい、まあ、今回 PC エンジン、ヒューカードだけっていうふうに言いましたけども、はい、せっかくなんでファミコンのショーケース、いやもう絶対これ見ないとダメでしょ。ちょっとやっぱ、ね、これはね、物色しとかないと、ね、そうですよ。我々にとって宝石を見るようなもんですからね。もう私やっぱり PC エンジンヒューカード終わったら、はい、ちょっと本格的にファミコンにまたついに乗り出しますか、取り掛かろうかなと、はあ、まあ猫旦那さんのように、はい、あの箱セット付きではないんですけど、はい、ちょっと裸ソフトでね見ていこうかなと思ってます。はい、この中で持ってないので言うと、はい、スノーブラザーズ。あー、欲しいっすね。これメガドライブ版も結構面白かったんですよ。ファミコンはやったことないんですよね。持ってるんですか。持ってないっす。やっぱりこれ欲しいんすよね。はい、いやファミコンはね本当に持ってないソフト結構多くて。あります、あります。あのロボッコウォーズも持ってないです。あ、僕もないです。でロボッコ高いんすよ。高いですね。あとね持ってないのはこれだ、フリントストーン。あ、フリントストーンね。これも持ってないですね。これも珍しいですよ ね、 ね、ほとんど見ないですよね。 あとチキチキマシン、モーレースも持ってないですね。あ、これもね、いいですよね。うん、ファミコンって奥深いな。いや深いですよ、本当にね。あの知らないソフトがねいっぱいあるんですよ、ね。はい、いや結構集めてる自信あるけど、ここに来ると本当に自信なくなる。そう、打ちのめされますよ ね、 ね。逆にあのタイムゾーンなんか、はい、少し前まで本当に安かったのに。安かったですよね。むちゃくちゃ安かったのに。ただ確かにレアな感じは昔からありましたよね。あんまりいっぱいあるっていう感じはないですけども、値段はそんな高くなかったです。そうなんですよ、はい、でも気づいたらもうここまで値段が上がってるんです ね、 ね。そして私が探してる、はいはい、バトルフォーミュラーはないですね。ないですね。もう売れちゃったんですね。やっぱりか。あれもここ最近でまた一気に上がってるから。そうなんですよ。さっき見たら箱付きはね27万しました。買えません、はい、無理です。もうちょっとバイクとか買えますよ。本物の、はい、本物のバトル、本物のバトルフォーミュラ買いますよ。本物って一体何っていう。いたしました。いやどうでしたか。待ちぶらしながら。あ、いいですね。これは初めてのスタイル。
いやー、はい、買ってきましたよ。買いましたね。もちろん、はい、動画に出たソフト、はい、あの中にあったもの全部買ったわけではないですが、はい、まあまあ何本かちょっとね押さえてきました。わあ、やっぱり買っちゃいますよね。この辺の通りとかって昔はね結構寂しかったんですけどね。寂しかったんです。今もうすごい人ですけど。そうなんですよ。本当に数年前結構閑散としてましたからね。あ、その時期はありましたね。ありました。10年ぐらい前とかかな、なんか思ってたほどね、この辺って歩けなかったんですよ、ね、そうなんですよね。ほんで大量にお店潰れてましたからね、ちょっとなんか寂しいなと思ってたんですけども、なんかやっぱり見事になんか復活しましたね。はい、復活しましたね。次はじゃあ、あれですね、ゲーム探偵団さん向かいながら行きましょうかね。この角を曲がったところに、はい、駿河屋さんがあるけど、そこは撮影できないので、はい、まあ買ってきたっていう、そうですね、感じだけで、はい、まあ、まあそこはもう中身をスルーしていきましょうか。はい、わかりました。ただ商品は買うと思います。はい、買いますよ、はい、やっぱもう1店舗一品買っちゃいますよね。あ、来ましたよ駿河屋さん。はい、ちょっとここで軽く、はい、なんか買っていきましょうか。買いましょうか、はい、じゃあ入ります。いや、ってことで、はい、結局またお金を使ってしまいましたね。またここでもですよ。いやもうね、使わないようにしようって思ってるんですけど、はい、あかんわ、気が大きくなる。いやそうよ。しかもね、あのバッケンさんですからね、もうなんかさっきからもう、あ、もしかしてバッケンさんですかってもう言われまくって、僕もちょっと疲れちゃいました。一回も言われてる。あー、見えてきましたよ、ゲーム探偵団。ここは撮影できないのかな。ここはできます。許可取っていただけたら、はい、ちょっと見てみましょうか、ね、はい、じゃあちょっとお願いします。本日3軒目にお伺いするのはこちら、ゲーム探偵団さんです。まずはお店に撮影許可をもらいに行きましょう。どうでしたか。 OK でございます。おー、さすが。あ、ということでもうあれでしょ、私バッて言った時点で、あ、もう OK です。お待ちしてましたんで。なんかないでしょ。ありがとうございます。じゃあ失礼いたします。さあ、じゃあまずショーケース見ますか。見ましょう見ましょう、ね、お、グレーランサーがありますよ。あ、こんちゃんのやつですか。そうなんですよ。あ、これ、私まだあれ持ってないんですよ、実機で持ってないんですよ、ダウンロード版しか。あ、そうなんですか。あのコロンバスサークルのやつも、あれは注文はしてるけどまだ届いてないですね。現時点で次出るやつですね。そうですそうです。あ、PC エンジンありますよ。 PC エンジンありますよ。ここにあるのは持ってますか。持ってるんですよ。持っててホッとしてるぐらい。あ、よかったですね。なかったら買わないといけないですからね。やっぱ1店舗で1本は買わないといけないから。はい、てかね、びっくりしたのがあのシルフィード、あれももうショーケースに来てるんですね。あ、ほんとや。少し前まであれ全然もう普通に売ってたのに安く。こちらはファミコンソフト。そうですね、なんか半分ぐらいになったイメージでしょうか。我々がね、一番最初コラボさせていただいた時、確かにこれの倍ぐらい端から端まであったような気がするんですよ。するってか、ハリマル君とか持ってないですもん。あ、そうですか、うん、あ、そうでしたか。この間あげちゃいましたね。あげたんですか。はい、プレゼントさせていただきました。しまったな、応募すればよかったな、はい、ドラゴンズレア安いな。おいくらですか。23,560円。この大金持ちなんですか。これ安いですよ。だって今だいたい3万円超えてるんですよ。いやほら、私箱説なしで集めてるから。いや、これはお買い得ですよ。買った方がいいですよ。いや、買わないです。箱説なしで持ってるんで。いや、すごいな、やっぱり安いな。あ、デザインも持ってないですね。デザインももなかなか見ないですよ ね、 ね、これも持ってないですね。この辺はでもファミコンコンプリートをちょっと目指した時に買おうかなと思ってるんで、はい、まあ、今日は、はい、PC エンジンの方を行きたいと思います。はい、
きましたね。この辺ですね。もう PC エンジン以外今日ほとんど見てないですからね。そうですね。それ以外見ると欲しくなるから。そう、見ない方がいいんですよ。いいんですよ。見たいんですけどもね。見たらもう絶対買っちゃうから。箱説なしの裸さんと PC エンジン、はい、こっち向いてますね、はい、では、はい、お、ニコニコプン。あー、ニコニコプン、これ持ってないソフトですね。あ、持ってないソフト、はい。忍者ウォーリアーズに生成地球、対等の2本ですね。両方とも名作ですね、はい。で、あ、これすごいですよね。ストリートファイター2ダッシュ、ね、すごいですよね。 PC エンジンで20メガやったかな、確か。やりすぎでしょ、ね、ヒューカードで分厚くなってますから ね、 ね。あ、ドラえもんの迷宮大作戦、ね、はい、これドラえもん実はあれなんですよね。 PC エンジンでゲーム2本出てるんですよね。あ、もう一個ありましたっけ。もう一個あるんですよ。もう一個ドラビアナイトが確かあったはずですよ。ああ、ありましたね。そう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 。意外とそっちの方が見かけないんですよ。はいはい、見かけないです。お、これは、バトルエースか。そうですね。スーパーグラフィックスの専用ゲームですよね、はい。これ持ってるけどまだ全然プレイしてないんですよね。持ってあるんですか。一応持ってはいます。でも全然プレイしてないです。邪聖剣ネクロマンサー、ネクロマンサーね、ね、夜一人ではプレイしないでくださいとか、なんか怖い CM なんですよね。あ、そんな CM やったんですか。確か結構ね、怖かったと思う。これ未だに本当にね、何度も言いますけど、ネクロスの要塞と区別がつかないんですよ。どの世代の人ですか、一体も。ネクまで一緒なんでね。だいぶ違いますよね。悠々人生、これめちゃくちゃ好きでした。これは麻雀ですか。いや、これはボードゲーム、ボードゲームです。あの人生ゲームを PC エンジンにしたような感じで、はいはいはい、すっごい虫好きでしたね。さあ、この辺ですかね、まあ、ちょっと物色したいと思います、はいはい。これ昔すっごい欲しくてやっと手に入れて、これですね。そう、でも手に入れてから全然まだやってないんですけど、このサザンアイズのメガ CD 版、これも本当にジャンクコーナーとかにいっぱいあったっすもんね。これ確かストーリー原作に沿ってるらしいんですよね。あ、そうなんですか。らしいです。評価高いですね。そしたら原作ファンの方からの、そうそうそう、原作、ま、ちょっと間違ってあれなんですけど、はい、原作ファンの私からするとちょっとね、はい、興味深いソフトなんです。めっちゃ流行りましたもんね、サザンアイズ。もうちょっと俺本当に一時期自分ウーにならへんかなって。ちょっと憧れた時期あったんですよ、無人役も。続いては本日最後にお伺いするお店、梅田にあるマンダラケさんに車で向かいたいと思います。さあ、猫旦那さん、はい、本日の PC エンジンヒューカードを、はい、まあ、いろいろと求めるこの旅、はい、最終地点はこちら。来ましたね、マンダラケさんに行きたいと思います。もうここなら絶対ありますよね。はい、ただまあここはもう撮影できませんので、はい、まあ、もう行って帰ってきたっていう感じになっちゃうとは思うんですけども、はい、まあ、買ってきたもの、どういうものになるか、結果を楽しみにしていただければと思います、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう、よろしくお願いします。さあ、マンダラケさん、写真撮影は OK だったので今回写真でいろいろ見ていこうと思います。まず PC エンジンヒューカードの裸ソフトがね、すごく少なくなっちゃったんですよ。そして箱節付きはね、すごくいい商品がいっぱいありました。1941カウンターアタックなんかなかなか見ない商品ですよ、まあ、他にもね、ショーケース以外のところに箱節付きの商品たくさんあるので、まあ、この辺集めてる方にはすごくいいお店ですね。ただやっぱりファミコンのショーケースのコーナー、ここが一番商品が充実してました。あ、ということで、はい、マンダラケさんはね、思ってたほど PC エンジンの数が多くなくて、まあ、裸ソフトの数が多くなかったんで、はいはいはい、まあ、今回は、まあ、箱節付きで、まあ、1本だけ買ってきました。ついに箱節付きに手を出されたわけですね。意外とね、箱節付きはこう安いんですよ、はい、あ、これはいい買い物できましたね。そうですね、はい、まあ、なので、まあ、せっかくなんでと思って1本買ってきたんで、はい、まあ、これで今回のPC エンジンヒューカード、はい、まあ、コンプリートの道、はい、まあ、の締めくくろうかなというふうに思います、はい、まあ、まあどんなソフトを買ったのかね、はい、まあ、この後紹介していきますので、はい、まあ、あの見てる方も、まあ、猫旦那さんも楽しみにしていただければと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとね、マッケンさんにお渡ししたいものがございますんですけども、こちらなんですけど、猫旦那からの、はい、
空箱プレゼント。そうなんですよ。空箱ですか。私といえばもう空箱なんですけども。そうなんですね、はい、これ、はい、本当はね丸ごとお渡ししようと思ってたんですけど、はい、昨日ね、動作確認チェックしたら、うん、ちょっとなんか不具合やったんですよね。マジですか、はい、ってことは、はい、中身はゲームなのか、あ、まあ、DVD なのか、そこはねちょっとね言えないですけども。めっちゃ気になる。でも私がむっちゃ喜ぶもん、はい、バッケンさんがもう多分ね嬉しいと思ってくださるものだと思うんですよ。喜ぶけど不具合はあると。あります。めっちゃ気になる。だからね、逆にね喜ぶというよりクソってなると思うんですよ。いやー、じゃあちょっと私もすぐには開けないで、はい、その時に初めて見るようにします。あ、そうですね、そうしていただけるとなんか、はい、ありがとうございます。もう本当に申し訳ないですけども。ありがとうございます、はい、ということでございましてね、本当にご旦那さん、はい、ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。あ、ではね、はい、まあ、この後皆さん、はい、猫旦那さんのこのプレゼントと、はい、あと今回買ってきた PC エンジンのヒューカード、はい、楽しみにしてください、はい、それでは開封の方行きましょう。スタート。さあ、それではですね、今回購入してきた PC エンジンヒューカードと猫旦那さんのプレゼント、こちらを一気に紹介したいと思います。さあ、それではスーパーポテトさんで購入した商品から紹介しましょう。1本目に紹介するのはこちら、武田信玄です。もともとはジャレコのアーケード作品をエイコムが PC エンジンに移植したという作品で、ジャンルは確かね、ベルトスクロールアクションだったと思います。戦国武将を題材にしたベルトスクロールアクションって結構珍しいと思うんですよ。まあ、ある意味無双系の元祖といえる作品かもしれない。2本目に紹介するのはこちらのゲーム、ニコニコプンです。当時すごい人気だったニコニコプンを題材にした横スクロールアクションゲームで、こんなゲームがあったのも知らなかったんですが、ちょっとだけね試しにプレイしてみたら意外とグラフィックが綺麗で驚きました。背景が二重スクロールとかしてましたからね。ただゲームの内容は子供向けかなと思います。3本目に紹介するゲームはこちらです、サイバードッジ。SF の世界観にクニオくんのドッジボール部を合わせたようなゲームで、リーダーとサブリーダーのみが必殺技を使うことができるんですよ。このゲームは当時友達と対戦して遊びました。当時はクニオくんの影響なのか、意外とドッジボール系のゲームが多かったんですよね。4本目はこちら、炎の投球時ドッジ断平。本日2本目のドッジボールゲームですね。当時大人気だったドッジ断平を題材にしたゲームで、クニオくんのようなアクション性の高いゲームというよりは、テクモのキャプテン翼のようなコマンド式の要素が入ったゲームのようです。グラフィックとキャラのアニメーションが綺麗なゲームだなという印象でした。ここからは駿河屋さんで購入したゲームです。5本目、サイバーナイト。SF を題材にした RPG で、主人公たちがパワードスーツで戦うなどの設定が斬新だなと思いました。メカのデザインもなかなかかっこいいですね。スーパーファミコンにも移植されたゲームで、個人的にはそちらの方が馴染みがあるかな。調べてみたら開発側のコンパイルということに驚きました。6本目に紹介するゲームはこちら、ジパング。映画ジパングを題材としたゲームで、各ステージに配置された鍵を獲得し、途中にある黄金を集めながら扉にたどり着くことが目的となっています。このゲーム初めてプレイした時に、あまりにもソロモンの鍵に似ていて驚いたんですが、どうやらテクモに許可を取って作ったアレンジ移植のようです。7本目に紹介するゲームはこちら、 F1 ドリーム。もともとはカプコンのアーケード作品で、そちらを移植した見下ろし型のレースゲームとなっています。今回初めてプレイしましたが、操作がラジコン操作ではないので正直やりにくいと思いましたね。
ただ家庭用オリジナルのストーリーモードもあるので操作に慣れると楽しめると思います。8本目に紹介するゲームはこちら、スーパーメタルクラッシャー。無人の戦闘マシンで争う競技クラッシュゲームがテーマのバトルシミュレーションゲームで、タイプの違う12台のマシンの中から時期を選択しライバルのマシンと対戦させていくという内容で、パラメータを設定した後は戦闘は自動なので見てるだけなんですよ。ロボのデザインはかっこいいなと思いました。続いてはゲーム探偵団さんで購入した商品です。9本目、 F1 パイロット。 F1 を題材にした 3D 視点のレースゲームで、好きなチームを選んでグランプリ制覇を狙うという内容です。実在のチームをモチーフにした名前になっているので F1 に詳しい方ならすぐにわかるかもしれませんね。コクピットからの視点はなかなか迫力があるなと思いましたが、全体的に大味かなと思いました。10本目に紹介するのはこちら、スーパー桃太郎電鉄。前作と同じく鉄道で日本中を巡り物件を購入し総資産を競うことが目的ですが、今作では対戦ゲームの要素が強められ後の桃鉄シリーズの基礎になったと言われている作品です。当時桃鉄とボンバーマンはマルチタップを使って友達とよく遊びましたね。最後はマンダラケさんで購入した商品、11本目、関ヶ原。関ヶ原の戦いを題材にした歴史シミュレーションゲームで、家康を討ち取ることがゲームの目的となっています。この頃は光栄以外からも歴史シミュレーションがたくさん発売してましたね。少しプレイしてみましたが、システムが意外とシンプルなので初心者でも遊びやすいと思いました。そしてここからは猫ダンスさんにいただいたプレゼントを今からね開封しようと思います。これ何が入ってるか私本当にまだ見てないんですよね。いやー楽しみです。では今からこちら見ていきましょう。さあ開けます。せーのドン。あーこれかこれは確かに欲しいソフトだったけど、中身確か動かないって言ってたな。ちょっと後で試してみるか。さあ皆さん、この画面見てくださいよ。猫旦那さんは動かないって言ってましたけど、ちゃんと動いてますよ。もしかしてサプライズだったのかな。いやめちゃめちゃ嬉しい、まあ、せっかくなんでこの後ねこのまま遊んでみたいと思います。さあということでございまして、今回の PC エンジンヒューカード購入動画、ここまで見てくださりありがとうございました。購入したのは11本かな。コンプリートまで残り何本かは今画面に出てると思うのでこちらを見てください。まあかなりゴールが近づいてきたんじゃないかなと思います。そして今回一緒に買い物をしてくださった猫旦那さん、やっぱり面白い方ですよね。今回も本当に思いましたよ。そして猫旦那さんにいただいたこのプレゼント、実は私がずっと欲しいって言ってたものなんですよ、まあ、残念ながらゲームは起動しませんでしたが、パッケージがあるのでソフトだけでもね安くどこかで見つけたいと思います。ちなみにその猫旦那さんのチャンネル、そして動画ですね、概要欄にリンクを貼ってるのでそちらからぜひ見に行ってください。まあこの企画コンプリートまでやりたいと思ってますので、あと2回ぐらいやればできるんじゃないかな。まあ、そちらもねぜひ楽しみにしててください。ということでここまで私バッケンがお送りいたしました。ではではバイバーイ。